こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。はい、ジャパンカップ2回戦高知四万十市ですね。 N110位、実はですね、直前に高知四万十市試合をしまして、2対0で勝っております。じゃあ2回戦、各賞を狙うためになかなかのメンバー揃えていきたいと思いますので、勝つのは当然として、まず1周練習試合ありますので、そちらで控え選手を中心に戦わせていきたいと思います。お、一人怪我してますね。カルメンか、カルメンを上げていこう。萌えの代わりみゆき、これでいきましょう。節子とリオ、節子とカナ、なるほど、こんな感じですかね。ヒラリーをマドカの代わりに入れて、ミオ、クラリスをナナコの代わりに入れて、でヤンかサヨか、サツキョカリサヨ入れますか。でキーパー広岡ということで、それぞれ、エリカ、ユーナ、クリミドリは落とします。さあ、これで戦術はご覧の通り。こんな感じで、思いっきり攻撃側を振ってみると、どうなるか試してみたいと思います。さあ、練習試合なので、ハーフ45分ですね。危ない。節子、こんなとこまでもう上がっております。さあ、ヒラリーから、さあ、これ幸子に流した、外行きましたね。おっと、ファールだ。イモカ、これゴールへ。みゆきが慌てて戻りまして拾いました。さあ、クラリス、縦を攻撃だと、これは、そんな簡単にはいかないぞ。さあ、一気に。クラリスと交代しまして、微妙に戻しましょう。微妙じゃないですね。結構戻してる。おーっと、危ない。さあ、なんとか、下ろさずに拾いました。マナミが今度は思い切って上がっていく。さあ、これでかっと決まらない。ランニングは大事です。おーっと、渡ってしまった。さあ、キーパー、ここで交代はしますが、入ってしまった。
一段段を踏みます。すごいな、モヒカンヘア。さて、しっかり決め、落ち着いて、おっと、ロングパス、これはでも無理があった。キーパーはキエザです。おっと、渡ってしまって2点、うん、入ってないですね、今のは。さあ、窓かへ。さあ、ラストチャンス。ああ、試合終了です。まあ、こんな感じで、いきなりピンチを迎えます。これ、ポストに当たって。その後もなかなかピンチが続くんですよね。これ、キック威勢、助かりました。が、漫才が、ドーンって決めちゃいますよね。節子が中がマークするんですが、裏をかかれる。これ入ったかと思ったんですが、ノーゴール。で、これで試合終了ですね。完敗ですね。内容も悪い。さあ、そして本番に至ります。ん？公式戦？ジャパンカップ2回戦ですね。さあ、スタメン、くるみと緑を入れ替えるだけ。じゃない、カルメンを上げます。そのカルメンというか、リオを、リオ、カナ、セツコ。カナもいいですね。ミユキを。ミユキをサツキの代わりに。クライスも結構いいですよね。サツキとクライスを入れ替えますか、あえて。ミオはいい選手です。ヒラリー。ヒラリーはちょっと見劣りますね。カナもいい選手ですよね。カルメとカナを入れ替えよう。というか、これだったらリオとミオを入れ替えましょう。アヤカがちょっと落ちてきてますね。萌えとマナミを入れ替えまして、これで、そうですね、こんな感じですね。さあ、ジャパンカップ2回戦スタートです。シミノ関フォーチュンブリッジっていうところで行われますね。こちらも勝率が圧倒的です。しっかり勝っていきましょう。さあ、キックオフ。頼みますよ。ファールですね。くるみ狙われています。早くも、あとちょっとパスの精度が、ファールか、気をつけろ。あっと、先制を奪えてしまった。なんと、マジかよ。まずは追いつくことからですよね。やり水、そして押し切り。さあ、きっちり決めていきたい。
練習、前の公式戦では勝ってるんだ。勝って当然だろう。流れてしまった。どうしたんだ？プレッシャーか。さあと、与那嶺に、相手に渡ってしまいます。あーと、ここ抜かれてしまった。相手の攻撃はすべてパッと決まってますね。ちょっとまずい流れです。さあ、くるみ、お、緑に。と、結構苦し紛れになってます。あーっと、なんか、球の流れも、つながらない。コーナーキックになってしまいました。気をつけろ。危ない。さあ、これロングのファールではない。さあ、夏希も積極的に飛び出していきます。あーっと、なんでかボールが相手に渡ってしまう。完全にうわー、2点目ます。非常に苦しい。完全に相手のペースにはまってます。かなりやる気あるのとまで言われてますよね。完全に相手のペースにはまり込んでます。ラインコントロールがうまくいってないってなりますね。ファールです。さあ、1点は返したい。まずは前半で。おーっと、ゴール。直接、コーナーキックになります。緑、ナーコ決まった。1点返しました。大シーソーゲーム。これで、沈んでいたスタンドも、ちょっと湧き上がりましたね。ゴールしたのは奈良子です。ファールか。さあ、アディショナルタイムは2分。もうほとんど時間ありません。前半終了ですね。なぜかみゆきが上がってる。なぜだ。左右に変えましょう。ここはちょっとゾーンを押し上げます。さあ、これで後半1点リードを取られてますが、巻き返せるか。うまい。ファールですね。さあ、緑が切ります。さあ、彩香に渡ったが、さあ、ちょっとこれは戻らないと。おー、さあ、おーっと、取られてしまったキアリーニ。守備がピーチ。さあ、かなり危ない。夏希が取りに行きます。これで、3人が、あまり良くないですよね。美穂、かなかな。かなということで、交代枠を思い切って使い切ってみました。とにかく、ボールの支配がうまくいってないですよね。さあ、緑。サヨが渡って、くるみ入った、同点。同点に追いつきました。いい流れ。さあ、こっから、逆転したい。直接入れるかと思ったんですが、入れずに。
クルビートスして、まああんまりいい攻めではなかった。直接入れに行ってもよかったかも。さあ相手も選手の交代を行っています。クルビが前、とりあえずこれは返しまして、しっかりこの縦パスはいい。さあちょっと左右の走力も落ちてます。さあそこは縦で補いまして、くるみ勝ち越し、0対2からの逆転です。カナを縦パス、くるみがしっかりキープして最後はシュートを決めました。さあこの後どうなるか、相手はもう思い切っていくでしょうからね。ダメ押しを1点を決めるぐらい行ってほしい。さよナイス。さあ縦に緑、これは残念、オフサイドでした。気をつけないといけません。そこを突かれるんですよね。パスはきっちり。危ない。さあ、ここほとんど時間がない。勝つかな？決まりました。実際は白氷の勝利ですよね、これは。さあ、先制されましたね、いきなり前半9分。守備がこんなにいるのに。それを押し切り、待っていた押し切り抜けられます。谷原、これはキーパーナイスセーブ。これも危ない。さあピンチが続きます。危ない。その後前半38分よ、羽生田早くも与那嶺が君に入って0対2。後がない。さあ前半でなんとか1点は返しておきたい。このコーナーキックから奈々子がきっちりヘディングで決めてくれました。さて後半。早い。ここはキーパーがうまく出ました。あえて、さあ後半18分、ようやくこれで、さよが、クロスを上げて、くるみ。守備が追いついてないですね。相手の守備が。ここはうまく縦パスできました。チャンスは続いてるんですよね。そしてこう左右のロングパスからくるみが抜け出して、これが決勝点となりました。カナのロング縦パスうまい。でくるみにボールが渡って空中戦から。最後本当にこれやばかったですね。全てが無に帰するとこでした。完全に裏は疲れていた。守備が追いついてないですからね。で試合終了、なんとか勝ちましたが、正直枠内がね、勝利はつかみました。あーと緑の毛が痛い。これで、準々決勝ですかね、に進出ですが、相手はキャピタル東京。緑を怪我で欠場した状態で、果たしてどうなるんでしょうか。ちなみにですね、
やはり順当に N1 のチームは勝ち上がってますね。なので、この時点で全チームが N1 となっております。ジャイアントキリングはありません。さあ、今度は、ミノイが怪我と思ったジャネットが復帰です。そしてですね、公式戦あと2戦、次は武蔵野ホーネッツと当たります。ちなみに日程ですが、キャピタル東京が残り2週なんですよね。で、練習試合もあるんで、ここどういう判断するかですよね。順位見てみると、6位なんですよね。で、7位に落ちることはもうない。狙うとしても5位か、4位はまずないんで、5位を狙うかぐらいなんで、で、勝ち越しも決定しているということなので、そうですね。控えが頑張ればそれでいいかなという感じではあります。一方、代表はこんな感じで選ばれておりますね。2900万まで上がってんですよね。ゴール数はくるみがトップですね。イゴールが2位。なんで、イゴールを警戒しないといけないですね。8000万ですからね。次は中野ですか、本丸。あ、これは、ボールをつなぎ方にも左右してきますからね。で、アシストが、うちは、マノのメンソーレ、那覇勢がワンツーなんですよね。7個緑ですか。で、くるみというです。あとはもう結構ばらつきがありますよね。はい、というわけで、次は武蔵野ホーネッツです。ただ勝ちたい気持ちはあるんですが、選手をちょっと温存させたい、ジャパンカップキャピタル東京戦に向けて。なので、ここはちょっと主力を落として戦いたいと思います。はい、というわけで、怪我続いた流れですけど、ここはしっかり勝ちにきっといき、しっかりジャパンカップの上位進出のことを考えて戦いたいと思います。はい、以上、カルチョビットアーをお届けいたしました。また次回もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。